ただいま。キーヤはいつも元気だな。うん、キーヤ元気だよ。ライドたちは遅かったね。お仕事忙しかったの？まあまあかしら。まあ今日は移動に車を使えたから、その意味では助かったかもな。ですね。ねえねえティオ、なんか疲れた顔してるけど大丈夫？ええ、大丈夫です。キーヤの顔を見たら元気になっちゃいました。ふーん。キーヤ？キーヤ元気だからティオにお裾分けしてあげるね。うーん、スリスリ。あ、なるほどね。確かにそいつは効きそうだな。何よりの特効薬かもしれないわね。ありがとうキーヤ、元気出てきました。そっか。そういえば課長はまだ帰ってないのか？課長ならそこの部屋にいるよ。さっきお客さんが来てお話ししてるみたい。お客さん、こんな時間に珍しいな。どんな人だったの？おひげが生えたクマさんみたいなおじさん。課長は先生って呼んでたかな。ああ、イアン先生か。珍しいな、こんな時間に。一応私たちも挨拶した方が良さそうね。私は夕食当番ですから、そちらはお任せしておきます。大丈夫か？なんだったら夕食当番くらい俺が変わるけど。いえ、すでに下ごしらえは済ませてありますから。キーヤ、晩ご飯もう少し待ってください。そうですか。それではよろしくお願いします。失礼します。おう、遅かったな。いやー、お邪魔しているよ。やっぱりイアン先生でしたか。珍しいですね、先生がいらっしゃるなんて。ああ、セルゲイ君に少し聞きたいことがあってね。他の用事もあったついでに足を運んだというわけなんだ。他の用事ですか？ああ、端的に言うとキーヤの身元についてだ。もしかして何か分かったんすか？いや、残念ながらギルドにも依頼したそうだが、私もセルゲイ君に頼まれて他の可能性について調べていてね。残念だが、いや幸いというべきか、その可能性はないと分かったんだ。他の可能性ですか？ああ、数年前の話なんだがな、カルバード共和国を中心に子供が拉致される事件が相次いだことがあったんだ。子供が拉致？それって詳細は省くが、かなりのでかい事件でな。
カルバードだけじゃなく周辺諸国にも被害が及んでいたことから国際的な捜査体制が組まれることになった。この捜査体制には各国の軍隊、警察組織、そして遊撃士協会が協力した。そんなことか、初めて聞きました。俺も初耳だな。あまり知られてないってことは相当ヤバい事件だったんすか。ああ、結局事件は解決したんだがね、かなり深刻な内容だったので結局は極秘扱いになってしまった。私は民間のアドバイザーとして偶然関わっていたんだが。ちょっと待ってください。もしかしてキーヤがその数年前にあったという事件の被害者である可能性が。そう思って当時の被害を改めて調べてみたんだが、キーヤ君に該当する子は結局見つからなかったんだ。事件を起こしていた連中もほとんど検挙されるか自滅している。そのことが改めて分かったのでセルゲイ君に伝えに来たわけだ。そうだったんですか。少し安心しましたけど、まさかそんな事件があったなんて。ま、その事件についてはいずれお前たちにも話してやる。ただ結局キーヤについては振り出しに戻っちまったんだがな。ま、いいんじゃないっすか。身寄りが見つかるまで俺たちが面倒見りゃいいんだし。ああ、当分の間はここで保護した方がいいだろう。ただ本当に身寄りがなかった場合、里親を探すなり教会の福音施設に預けることも考えるべきかもしれない。それはでもいずれそういうことも含めて考える必要があるってことだ。子供一人を預かって育てるってのは半端な覚悟でできることじゃねえ。どれだけその子が可愛くったってな。そうですね。まあ確かに猫の子を預かるのと同じわけにはいかねえか。すまない、厳しいことを言ってしまったな。そういえば任務から戻ってきたばかりみたいだな。報告もあるのだろうし、私はそろそろ失礼させてもらうよ。いえ、そんな。実は先生にも相談しようかと思っていた案件だったんですが。おう、私に？ええ、実は。なるほど、そんなことがありやがったのか。いかにも支援家らしい仕事じゃねえか。結局事件ではなかったので本人の説得はしませんでしたが、町に帰るよう説得くらいした方が良かったんでしょうか。うん、難しいところだな。遊撃士だったら説得や交渉も仕事のうちに入るんだろうが、警察の人間がそれをやった場合民事介入になる可能性もある。なかなか難しい線引きのところだね。やはりそうですか。まあいい年した大人なんだし余計なお世話ってもんだろう。これでガキだったらケツでも叩いて家に連れ戻してやるところだが。そうね。しかし天才的なギャンブルの腕と別人のような月と感か。先生、何か心当たりでも？いや、偶然かもしれないが、ここ最近似たような話を2つばかり聞いたことがあってね。本当ですか？まさか他にもギャンブルで一山当てたやつがいるとか？いやいや、そうじゃないよ。聞いた話というのは、とある証券会社の証券マンと貿易会社の経営者なんだがね、どちらも最近大きな損失を出して非常に困っていたそうなんだが、
ここ数日で耳を疑うほどの素晴らしい業績を上げたらしいんだ。特に証券マンの方はまるで未来が見えていたかのような月と勘で株を売買したらしい。それはどこかで聞いた話だな。もちろんただの偶然だろうけどね。ただ聞くところによると、その二人の態度もあからさまに横柄になったという話でね、少し気になってしまったんだ。確かに気になりますね。イアン先生、その二人の身元について詳しい情報は分かりませんか？ああ、その気になればすぐに調べられるだろうが、念のため確かめておくかね。ええ、できれば。課長、何か気がかりでも？ま、こういう鍵をしてたら情報は大いに越したことはねえ。ただそれだけの話だ。なるほど。兄貴も言ってたな、捜査の決め手は勘と足による情報集めだって。さてと、私はこれで失礼しよう。君たちも気になることがあったらいつでも相談してきてくれたまえ。できる限りの協力をさせてもらうよ。イアン先生、ありがとうございます。その時はどうかよろしくお願いします。ルバーチェの裏ルートが復活している？はい。ここ1週間で我々が潰した3つのルートが立て直されました。こちらも妨害しようとしたのですが、思っていた以上に抵抗が激しく。妙ですね。この状況で失ったルートをわざわざ取り戻すだけの余力が、あちらの営業本部長殿がわざわざ動いたのですか？いえ、それがキリングベアの姿はなく、配下の構成員だけだったそうです。それも軍用犬は連れておらず、数名程度の少人数だったようで。ますます奇妙ですね。構成員一人一人の戦闘力ならば我々兵ゆえの方が上のはず。例のラインフォルト社製の重機関銃を持ち出したのですか？ええ、確かにその武装も持ち出してきたようですが、それ以上に戦闘能力そのものが大幅に向上しているとの報告です。なるほど。現在マルコーニ会長は議長閣下のお怒りを鎮めようと躍起になっているようです。どこぞの両兵団を新たに雇った様子もありませんし、大君、なかなか興味深いですね。我々の知らない切り札を持っていたという。ええ、間違いないでしょう。しかも私の見立てでは尋常な切り札ではなさそうです。それこそインドのような状況を一気にひっくり返せるほどのジョーカーかもしれませんね。一体どんな手を？今の噂をすれば神です。大変です。ルバーチェと思われる黒ずくめの一団による襲撃です。その数およそ10。キリングベアの姿はありません。たかが10名ごとき返り討ちにしてしまえ。警察は心配するな。正当防衛で何とでもなる。それが襲撃者の戦闘力は尋常ではなく、重機関銃を片手で軽々と振り回して。1階が突破されました。こちらに迫ってくるのは時間の問題かと思われます。やれ、どうやら頭脳派を気取っているわけにもいかないようですね。
るぞ。まさか。出ますよ、ラン。この程度でインドなんだよっては、兵ゆえの難度。東方人外を支配する我らの力、存分に見せつけてやりましょう。